宮町京都に行けず、京都に行けず。早いものですね。イベントからもう3週間経過しております。イベントが終わってすぐに僕と伊藤 P、 そして DJ ミヤ、そして新しく我々の仲間に入った男4人がですね、次のイベントに向けて何しようっていう話をしている中で、何が出てきたかはどうやって金儲けるかって話です。どうやったら番組にお金が落とせるんだっていう。いや、純粋に次のイベントどうしようかっていうのをやりながら、あと僕の計画もいろいろ考えなきゃなとか、やるためにはどうしようかなとか、いろいろちょっともう早めに考えとかで動けないしねみたいなことで、ちょっと夢は膨らみましたよね。ええ、金儲けっつうのはちょっとまあ言葉のあやだけど、なんかやれる企画は出てきましたよね。ええ、どうせ捨てるならやった方がいいよね。ね。というところも含めてで、ちょっとまずはですね、お便りが来ておりますので紹介させていただきます。ラジオネームゆゆさんからいただきました。じゅんさんこんにちは。いつも楽しく番組聞かせていただいております。ありがとう。先日の放送で話されていたジューンブライドの件ですが、そうか、もう1ヶ月経ちましたね。そういった意味で言ったら、現在も6月の結婚式は人気のようです。今朝職場の若い子がキャリーバッグを持って出勤していたので、帰省するのと尋ねたら、地元で結婚式があるとのこと。2週連続だそうです。私も最後に結婚式に出たのは自分の結婚式で11年ほど前です。次に結婚式に呼ばれるとしたら、姪っ子や甥っ子が結婚する時になるんだろうなと思いますと。おお、やっぱ人気なんだ。俺びっくりするぐらい結婚式に呼ばれないから。だって俺結婚式呼ばれたの 1,2,3,4,5 回、5回かな。まあ呼ばれたつか行けたやつだからね。まあまあ、でももともと呼ばれること自体も少ないし、なんかね、この年齢になってくると同輩は大体あらかた見固めてるから、もう改めてないんだよね。だから俺結婚式にもう出ることねえのかって。司会はある。一回司会したことある。一回かな、二回かな。あるあるある。結婚式の司会って超大変なんだなっていうことを知って、あれさ、結婚式場あるじゃん、あそこにフォーマットってあるじゃん、結婚式の司会の。でも新郎新婦が願うわけじゃん、結婚式の司会はこの人でっつって。だから俺が呼ばれてったわけで、打ち合わせにも参加しに行ったので、俺はやったことないから、結婚式場の方に結婚式のその司会とか、そういったどういう運びなのかとか、その意味言葉とかもあるから、そういったものも含めてで、その何かこうご教示いただけるものとかがあると幸いですって言ったら、あの外部で司会を頼まれる方には一切資料は渡しませんって言われて、はぁってなって、もう自分で全部作ったもん。結果アドリブ司会。マジで。挨拶の順番だけメモで書いて、自分で打ち出して携帯で書いたやつをそのままメモってやって、本当にアドリブ司会だよ全部。で最終的に友人ではあるから、友人代表で俺が司会なのに最後の挨拶するっていう。そう。でも癖なんだろうね、マイク持って司会台から前に出て普通にトークショーみたいにやっちゃってさ。結果的にいい式だったよって言われたんだけど、俺猛反省した。ダメだよって。そう、ダメだよって。さあもう一ついただいております。こちら、ラジオネームママちゃんからいただきました。先日中学1年生の娘に、最近の子ってキスのハードル低いの？福山さんがラジオで聞いてたんよね、欧米は挨拶とかでチューするやんと言ったら、あ、俺が言ったやつについて報告いただいたんですね、ありがとうございます。はい、キスはしないよ、そんなに簡単にしない、したらあかんよと言ってました。あーよかったと思ってたら、でも鎖骨を触る遊び流行ってると。詳しく聞くと、鎖骨を触ってくる子がいて、ギャーセクハラやぞって言うてるとのことです。
昔に比べてハラスメントの教育もされるようになってきてるので、簡単にキスや身体接触はダメだという認識だそうです。あ、それ素敵だね。娘の話を聞いて、私の時代の方がハラスメントの意識が低くひどかったかもと思いました。そうだよ、今の子たちやっぱあるから。うん、だって俺とかもこういう仕事してるから、時々ちょっと際どい、なんかこうな、ネタじゃないけど、ギリギリのことを、ギリギリアウトのことも言ったりするじゃん。これ普通に言ったら引かれるからね。うん、マジで。だから俺たちってやっぱずっと勉強し続けなきゃいけないんだなって。俺ほんと人様に迷惑かけるのだけは嫌だから、俺がもうどうこう言われるのはいいんだけど、迷惑をかけたくないんだよね。だから、だってそんな気がなくても迷惑かかっちゃうことって偶然が重なったりすりゃあるわけだから、もしくはちょっとミスることもあればさ。だからちょっと気をつけて生きていかなきゃいけないですね、この旧世代の男たちは。ザ・老害は。でも老害では痛い。はい、ということで。いや、だってさ、老害って意味を知ってるから嫌な響きだけど、音の響きだけで言ったら老害ってさ、結構かっこよくない？老害だよ、法律男だよ、でしょ？老害。うん、だからなんだって話なんだよ。老眼はウルバリンだからな。言っとくけど、俺毎回老眼デビューした人にウルバリンだねって言ったら、はって言われるので、一瞬考えた後に、ああそういうことかって。はい、ウルバリン&デッドプール楽しみにしてますどういうオチってこともないけど、だって7月の20何日だっけ、日本が最速公開だから、そう、超楽しみだよ。俺デッドプールはずっと見てんの俺アベンジャーズは見てねえのにで、ヒュージャックマン帰ってくるじゃん。ヒュージャックマン のローガンだって見たんだから。そう、ウルバリンの本名がローガンなの。ローガンとローガンだからローガンなの。あー、説明した。福山潤京都に決3周年煎じる者は救われるオンラインくじやります。詳細は番組公式 X をチェックしてください。福山潤京都に行けず、どうぞ最後までお付き合いください。福山潤京都に行けず、福山潤京都に行けず。福山潤京都に行けず、名言リバース。名言、格言、ことわざなど心に響くグッとくる言葉の一箇所を変えて生まれ変わらせてみせよう、そんなコーナー。名言は名言を超えるのか、はたまた名言は迷いごと名言となってしまうのか。ではラジオネームアンナさんからいただきました名言リバース。シングルです、シングルです、シングルゴーマイウェイ。そうです、7月に入りましたから、そろそろクリスマスです。なのでクリスマスネタをそろそろ言ってもいいんです。いやー、そうですね、ジングルベール、シングルです。あ、俺も歌えるよね。うん、あのさっきハラスメントの話も出たじゃん。俺ハラスメント受けるからね、結婚しろハラスメント。うん、あのね、ダイレクトに言われるよ。あ、だいぶ減ったよ。うん、40歳ぐらいが一番言われた。結婚しないのじゃないのよ、結婚しろよって言われるの。うん、男の先輩から。うん、あのさ、堂々なるハラスメントだよねしかもさ、遊びたいのとかじゃないのよ。なんかね、言葉が短いの。福山結婚しろよ、もういいだろ何そのもういいだろっていやー、なんかこれかと思いましたよ。うん、うるせえなとかめんどくせえなとかじゃなくて、ため息しか出ないんだよね、ああいうのってそう、マジで。うん、酒をね二口飲んだよじゃあ続きまして、ポニカ悪女エリカさんからいただきました名言リバース。闇メイト。はい、いや、言わんとしてることはわかる。うん、でもさ、アニメイトもさ、巨大な会社になってない？なんかあの池袋本店グランドオープンし
の時行ったのよ。オープン前の時だけど、でも開業はしてる時に、え、こんな広いの?と思って。で、インバウンドもあるんだけど、海外からのお客さんすげえ多いのね。なんかすごいことになってるね、アニメイトもね。で、僕はアニメイトっていう言葉を言うときに大体アニメ店長で言うって決めてるんです。だから、アニメイトっていう。いや、何の意味もないよ。だけど、俺はアニメ店長のアニメイトっていうあの言い方好きなんです。ただね、難点がある。アニメ店長のあの、アニメイトっていうシャウト、喉に来る。じゃあ続きまして、ラジオネームタミゲンさんからいただきました。名言リバース。世にも微妙な物語。これはね、結構前にいただいたメールなんですが、ちょっとどこかで読みたいと。あのね、世にも奇妙な物語ってもう何年続いてます、あれ30年ぐらいね、結構いってるじゃないですか。うん。でもあれが元々は、いや、元ネタがあるかないかとかじゃなくて、ほら、海外でもさ、世にも不思議なアメイジングストーリーとかさ、そういう単発もののショートを、不思議なものをやるとかいうのを日本でもやり始めて、これがヒットしたじゃん。この世にも奇妙な物語の、この時代の変化によって、やっぱ変わってきたよねってちょっと思ったんです。こないだ、だいぶ前だけど、テレビでスペシャルやってたの。見て、なんか、こう言ったら怒られるかもしんないんだけど、責められなくなったよね。あの、自分が毎週やってた頃、1時間枠で見てた時に、やっぱ人情ものとか素敵な話とか、あと不条理ものとかアクションものとかミステリーとか心霊ものとか、攻めた内容のものとかがあって、そこからドラマになったりだとかもあれば、もしくは原作をそういったショートに変えたりだとかってあった中で、なんかやっぱ攻めるのって難しくなったんだね。うん。ね。あの、つまんないって意味じゃないんだけど、なんか攻めていくという、攻めるというもの自体が今、やっぱこういうショートものとかでも難しくなったんだなーっていうのをとても富に感じましたね。90年から30年。ってことは来年世にも奇妙な物語35周年?え、ちょっと待って、タモさんいくつ ?75?75、6だよね。うん。75、6のはず。78! え、ちょっと待って。ってことは、去年の俺がナビゲーターやってるって感じなんだ。ねえ。タモさんすごくない?ねえ。その時にはもうお茶の、もう昼の顔だったわけだし。そうだよね。そっかそっか。じゃあ、そうか。やっぱおっさんなんだな、俺も。いや、なんかさ、いや、おっさんだってのは自覚してんのよ。だけど、なんかやっぱり昔の、そこの世代が、あの、昔の世代はこれをやってたとかさ、俺はずっとカウントダウンしてるんだよね。あの、ちょっと自分の中で、その声優としては、この方っていう人がいるから、この方の年齢に近づいてくるっていうので、俺誕生日が来るたびにカウントダウンしてて、あと10年なんです。俺のリミットが。うん。焦ってます。あ、焦ってる、嘘。焦ってるじゃわけで。でも諦めてもいないけど、かといって、何でこれがどうなんだって思うんだけど。こっからカウントダウンが始まる。1年ごとに10年から9年に行って。そこまでちゃんと説得力身につくかなっていう。いやー、尻に火がついてます。はい。というわけでございまして、あといついける?いける?いけるんだ。いけるなら行くよ。はい。じゃあ、ラジオネーム、キキさんからいただきました。名言リバース。すいません。ジャフを呼んでもらえます?シェフを呼んでもらえますか?はい。ジャフを呼んでもらえます?いいですね。おめえが呼べよって。ただ、シェフを呼んでもらえますかって、今使ってるのかな?だってさ、だいたいそういうのに行く、そういうのを呼ぶような奴らが行く店って勝手にシェフ来ない。きっと。ねえ、俺行かねえけど。え、晩ご飯に、誰かにおごるとか、
そういうのじゃなくて、ご馳走するとかパーティーとかじゃなくてよ、飯にどんだけ払える、自分が食うという飯にどんだけ払える、あの特別じゃないものの、ものの上限、酒も OK 誰かと行かなくていい、一人でいい、贅沢していい、どれぐらい、1万いける。ああ、なるほど、そっか。俺、一人でご飯行くのに1万無理なの。うん。なんだろうと思って。だから、食通の人らが羨ましいの。なんか、一人で行くわけじゃん。俺、一人で行くこと自体には、何ら抵抗がないわけ。どんなとこにも。あの、牛角七輪独り占め大好きな人間だから。あの、ドレスコードがあるのがあるところに、あの、ジャージで行っても平気な人間だから、追い返されるけどね。例えば、銀座のカルティエに、短パンとタンクトップで行けるかって言ったら、行けんの俺。なんだけど、その高い飯に行こうって気にならなくって、誰かと何人かで行くだったら、全然いいんだけど、そこの限界だね。もう一つ行こうとしてます。はい。じゃあ行きます。ラジオネームコッコさんからいただきました名言リバース。長靴に履いた猫。はい、これ長靴を履いた猫からね、これね、なんでこれを今紹介したかっていうと、こういうとこから始めていいですから、名言リバースっていう、はい、なんでしょう、だいぶ長くもなってきたし、だんだんこうハイエンドにもなってきてるので、一元さんがそろそろまた出しにくくなってんじゃねえかなって、歌いが出てきて、こういう感じでいいんすよって、はい、そうなんです。この出発は一文字だけ変えてから出発してるから、そういう感じでいいんです。ちなみにこの長靴に履いた猫、ここのところで同じニュアンスで名言リバースをずっと何年も使ってるのが杉田智和です。はい、この長靴に履いた猫は、そういうのもあります。はい、さあということでございまして、こんな感じで名言、格言、ことわざ、それに限らずギャグや流行語など、一部分を変えて新たな名言を生み出す名言リバース、ライトな気分で送ってください。お待ちしております。福山潤京都に行けず。福山潤、京都に行けず。平成を装う大人たち。昭和生まれ平成育ちの40代、我々行けずチームもまさに40代。そんな40代行けずチーム、言ってみれば老害への第一歩を歩み出しているわけです。この段階で老害です。気づきましょう、もうすでに老害です。僕たちは世の中に迷惑をかけて生きているという自覚を持って生きてなきゃいけないんです。つまり生物で言うなら、まあもう僕たちに生きてる意味はないんですぐらいへりくだっとけばいいでしょう。はい、ということで、若者たちの気持ちを分かっているようで分かっていない、いわば平成を装っている平成世代なのです。ただ皆さん聞いてください、イケズチームに20代の若手スタッフが加わりました。ありがとうございます。そのスタッフともこのお題について話しましょうということでね、今回のお題はこちら、コロナ後の飲み会について。先日のイベントの後もご来場いただいた皆さんの中で、飲みに出かけた人もいたと聞いております。はい、我々もですね、打ち上げ超楽しかったね。めっちゃ熱い話しちゃった。俺ちょっと酔っ払ったかも、あれ。うん、酔ってた。あ、全部覚えてるよ、覚えてるけど、酔ってた俺。うん。何熱語りしとんじゃいっつって。浪川さんと。イベント上で、小野大輔と浪川さんが飲んで二人で話したら超真面目な話になって、すっげえつまんなかったって小野の話で締めたじゃないですか、イベントが。で、浪川さんと俺、横に DJ ミヤがいて、ずっと危機に徹してくれたじゃないですか、DJ ミヤ。めっちゃ真面目な話してましたよね。俺、
帰ってめっちゃ反省したよ俺。まずったと。俺はスタッフ他もうテーブル2つだったからしょうがないけど、他のみんなとイベント良かったねとかねぎらいもせず、何々かさん2人で真面目な話してんだって。業界のことについてとか、若手に今後とか、俺がどう思ってるとか、俺ちょっとクソみたいなこと言ってたなと思って。はい、ということでございまして、ラジオネームアスカさんからいただきました。コロナ禍における飲み会について、私が勤務している会社では年に2回ほど親睦会という名の会社全体の飲み会が開かれていました。その飲み会は現代でいうアルハラがひどく、上司からの一気飲みの強要が当たり前、断るなんてできない部下たちは無理やり酒を煽ってはトイレに駆け込むという目も当てられぬような光景が広がっていて、心底嫌気がさしていました。うわ絶対嫌だ。そんな中、世間がコロナという大きな脅威にさらされたために恒例行事だった親睦会の中止が余儀なくされ、ほっと胸をなで下ろすとともに、この平和な日常がこの先も続けばいいなと切に願いました。ただ近年では少しずつ世の中も動き始め、我が社の恒例行事も復活するようになりました。ですが上司の顔ぶれにも徐々に変化が見られたため、以前のような強要性が軽減されたという点では幾分明るい兆しが見え始めたのではないかと思っています。あ、これでもこれよく聞くね。なんか飲み会自体は復活してても、いわゆる習慣づいてた飲みじゃなくなってるっていう、いわゆる習慣でやっていたっていうことに気づいて、適宜例えば終電前に帰ろうよとか、2時間きっかりでやめるようよとか、なんか長くいなきゃいけないんじゃないかみたいのがなくなってきたっていうのは、俺もなんとなく飲みに行ったりした時に空気の流れで感じる。すぐ帰るよね。でも逆にまた飲もうと思えるよね。いいそれ。ただ逆に駐車場で飲んでる若者増えてない。あれやめてほしい。マジで。あの、言葉選んでます、今。困る。いや、怖いの。結構俺、コインパーキングを利用するから、よく行くとこで飲み屋さんが近いとことか、ある中でコインパーキングを止めてるときに、止めたときはいないのよ。帰ってくると11時過ぎてて、間とかで、結構酒盛りしてたりすると、一応チェックはするんだけど、荷物とか車の人に入ってたりとか、するとトラブルになるじゃん。で、酔ってるから、なんかあるかもしんないじゃん。で、あと、車庫出しするときとかに、よろけられても困るから、かといってどいてくれってなると、またまたになるじゃない。困る。あれ、仕打ちだからやめてっていうのは、そのね、嫌だとか見苦しい。あ、見苦しいよ。はっきり見苦しいけど、それはでも、若者の特権でもあるとは思ってるわけ。そういったことも含め。だけど、車庫出しのとき困るから、頼む。本当に怖いんだよね。はい、というのがあります。じゃあ続きまして、ママちゃんからいただきました。コロナ禍の飲み会について。コロナ前は数ヶ月に1回お店の送迎バスを貸し切って大人数の飲み会をしたり、親しい人と家飲みもしたりしていました。しかしコロナ後になり、今もなお飲み会をすることはなく、少人数でのランチやお茶の機会に変わっていきました。飲み会がなくなったことで、職場の同僚でも上辺の姿しか知らない人も多くなりました。本音はわからないなと思うことや、相手のパーソナルな部分を知らないままなので、コミュニケーションの取り方に迷うことも増えた気がします。お付き合いで行く飲み会は面倒なことも多かったですが、そこで生まれる関係性や発見は意外と大切なものだったなと今になって思います。これもあるよね。やっぱりアルコールのせいというよりも、何かこう腹を割った話ができた時というのはでかかったりとか、だから一時その飲み会とか、いや僕は帰るんでみたいな世代が取り沙汰されてたけど、コロナ禍以降なんか聞かなくなったよね。それも逆になんか理不尽なこととかがなければ飲み会に来る人も増えたんじゃないっていう、なんか慣習めいたものとかが見直されたってのはとてもいいことではあるよね。だって相変わらず飲み屋さんとか人いっぱいだしね今ね。はい、じゃあもう一個行きましょうか。ラジオネームサンダル王さんからいただきました。コロナ後の飲み会、今やお店でもパーテンションすら置かなくなってきた昨今、コロナ前ほどではありませんが普通に飲みに行くようになりました。コロナが5類になったとはいえ、
かかると自分だけではなく周りにも移す可能性があるので、職場の飲み会以外大人数の場には行かなくなりました。がコロナ禍でひたすら自粛していた反動なのか、気心知れた友人から誘われると基本飲みには行きます。そういう場を設けないと語れない心の内もあるので、アルコール入る入らないは別として、リモートではなく直接顔を見て話すことでお互いに心が軽くなり、明日も頑張ろうという気持ちにさせてくれる機会は大切だなと最近しみじみ感じております。これはね、ある。俺もうちも事務所で今年は忘年会やろうかみたいな話にはなってる。あ、やるかどうかわかんないの？今まではそのコロナになってからはスタッフだけでランチ会みたいにして、うん。で、パーテンションみたいなのがあった時はそこで、ただただ、黙々と、ウーバーとか、出前で撮った、昼飯を食う。っていうので、大掃除して終わるみたいな感じだったんだけど。だから、新人の若手の子たちとかとも触れ合う場所とかがあんまりなかったから、ちょっとそろそろやっぱそういうのもあっていいかな、なんつって。という中で、一つ出た案が、俺と立花がずっと席にいて、入れ替わり立ち替わり人が、来れる人だけ来ればいいみたいな、何そのサイン会方式っていう俺が断固として反対したっていうやだっつって一日中痛くないし、そんなことができる店がないっつって来れる人だけ来てっつって面接みたいに差し伸びすんのやだよっていうそう、圧だよっていう。でもね、実はね、立ち上げ当初はコロナではなかったから、俺とか立花とかで、忘年会毎年、2年間はやってたの。うん。2年間ってか、3年？いや、でも2年間か。最初、うち4人で出発したから。うん。だから、4人だけで、本当に、外のビニールで囲まれたところで、本当にたらふく食ってたらふく飲んでも、こんな安いんだっていうぐらいの。でも美味しかったから。そこから出発して、これが増えていくといいね、つって。それでちょっと増えた時にコロナになっちゃったから。規模が急にでかくなりそう、はい、ということでございまして、皆さんご意見ありがとうございました。ということで、今回で一応平成をよその大人たちは終了です。コーナー化はしませんが、これってどうなのよ、老害なのと、老害答えろよみたいな、老害の意見知りてんだよと。私ら10代だから、うん、お前らと話す機会そんなねえから老害はしゃべれやみたいな、うん、オッケー老害っていう、オッケー老害いいよねあ、オッケー老害良くない？そう、老害として答えるっていうオッケー老害に変わりますそう、そう、ヘイ老害って、それをなんかテーマじゃなくて老害に聞きたいことうん、真面目に答えねえかな、老害だからということで、以上平成を装う大人たちでした。さて、福山潤京都に行けずエンディングでございます。番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。投稿は番組ページにあるメールフォームか、いけずアットマーク kbs.kyoto、ikezu アットマーク kbs.kyoto 宛てに送信ください。現在ニコニコチャンネルのトラブルにより配信サービスが一時停止中です。 YouTube にて復旧まで無料版の配信をしております。ニコニコチャンネルの復旧のめどが立ちましたら、番組公式 X にてお知らせしますので、今しばらくお待ちください。ということで、オンラインくじの情報もですね、番組公式 X にて情報を発信しますので、チェックしてみてください。ということで、福山潤京都に行けず、ここまでのお相手は福山潤でした。おおきにおやかまさんでした。